メイジェイです。本日は、コメント返しをしていきたいなと思います。結構伸びてる動画がありまして、私のお友達のクリちゃんとの、ドッキリ映像、皆さん見てくださりありがとうございます。じゃあちょっと人気順でね、コメントを読んでいきたいなと思います。グラムサンさんが、いやもう2人でユニット組んだらめっちゃ売れるよ。そうですか。いや組みたいです実は昔 J メロって私の番組で、私とクリスタルとベニーの3人でユニット組んだら面白そうみたいな話は出てたんですよ。もう10年以上前なんですけどね。やりたいね。世界のレイモーさん、ライブと違って目的あって見に来てるわけじゃない人たちを一瞬で笑顔と幸せにできる2人って本当にすごいと思った。感動しました。2人とも上手くて可愛かった。ありがとうございます。クリーすっごい緊張してて、ああまたどうしようみたいな大丈夫だよみたいな会話はねしてたんですけど、私も実は緊張してて、なかなかね、あの環境でいきなりリハもなく歌うっていうのはプロでもやっぱねちょっとビビるよねY4085 さん、たまたまおすすめでビール片手に見たんですが、いきなりこんなすごい力強く素晴らしい歌唱力のお二人の歌声を聞いたら、そりゃみんな引き込まれるよな。すごい贅沢、なんか涙出ました。ありがとうございます。そんな酔っ払ってたのかしら涙出るほど、ちょっとユーザーネームがないね。この2人の生歌聴けるとか最高じゃん。あとお面取った時のメイジェイが綺麗すぎて思わず正座したわどういう状況ですかありがとうございます。トニーケアベアーズ、メイジェイちゃん、2人とも日本語でも英語でも完璧に歌っていて、声域は違いますがとてもよく組み合わせていたのでとても気に入りました。 Congratulations。 いやー嬉しいです。クリスタルもねバイリンガルだし、バイリンガル同士で歌える曲、その This is me をね選ばせてもらって、やっぱり楽しいよね。なんかクリももうハモリがやっぱ半端ないよね私がダメ出しされる恋に落ちたらで、ハモる時にえ、メイそれ違うよみたいなすごい直してくれて、ちょっと反省しましたステージ立つ前の歩き方が落ち着きすぎて、2人ともストリートレベルではないとすぐ分かる。いや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 、そんな心ではあたふたもうやばいやばいってなってましたよ。ちなみに路上とかそういうストリートライブみたいなのは過去経験っていうのはあったんですか？私はね1回だけ大阪でやった。そう、ブリッジブックっていう、ブリッジブックって何かわかります？今度わかんないです。橋本、あ橋本、はいブリッジブック、あ橋本さんのブリッジブックさんがどういう戦いきさつでやったんですか？いやテレビの企画だったんですよ。あ、企画でってことですか？そうそうそう。で変装してバレるかみたいな、はいはい、すぐバレたよね。口元でわかるって言われて、ちょうどアナ雪の時期だったっていうのもあると思うんですけど、それが最後だった。見た方はスーパーラッキーですね。素敵でした。2人の歌聞くとすごすぎてこれがプロだなって思いました。 K さんかっこよすぎる。話し方もかっこいいし明るいし最高だけど、練習してる時の音楽には目が変わるあの凄さがしびれました。かっこよかったです。みんな K さんって呼ぶんだね。クリちゃんだよ正解はマイクが2人の歌声に耐えられてない感じがもったいないと思っちゃった。それだけ声量も音程も本物って認識できる動画でした。耳が幸せになる。意外と音響がね整えていただいてたんですけれども、2人のね本気度がすごいやっぱりあのスピーカーでは耐えられなかったみたいだね結構割れてて、それはもったいなかったですね。でもポジティブに書いてくださってありがたいです。マリカウサさん、メイジェイさんの笑顔って人を笑顔にする力があるんだなと思いました。出会った人に感謝して応援してくれる人に感謝して一生懸命生きるとこういう笑顔になるのかなみんな笑顔で喜んでるというサプライズ大好きです。
YouTube でこんなに素敵な気持ちになれるんだから、実際見た人はどんだけ感動したんでしょうか。羨ましいです。メイジェイさんは変装サプライズが大好きだと思いました。好きだよまた楽しみにしてます。これから夏本番です。体に気をつけてください。応援してます。ありがとうございます。そう、私はサプライズ大好きなんですよね。私も楽しいし、やっぱ喜んでくれる人たちを見れたらもっと幸せ。本当に皆さんどこでサプライズ来るか分かんないですからね。心の準備は多分できないと思うけど、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいですね。ユーザーさん、心なしかお面外すまではお客さんにバレないようにいつもの歌い方を抑えてたように聞こえたそしてお面外した瞬間一気にメイジェイ節全開になったから、プロってすごいなって思った。だって多分この場にいたら絶対わからなかった。そうね、ちょっと抑え気味だったかもしれない。お面してるから歌いづらいって言ったんだけどちょっと遠慮したかなああすごい。ユーザーさん、当日その場にいました。とても素敵なライブでした。生のメイジェイさん可愛かったですよって。その場にいた人も見てくれると嬉しいね。すごい。まあ現地で見たかったっていう人も結構書いてますね。あ、仮面外したくてうずうずしてるケイさんに笑った、だってそうだね、先に私が撮って、あのクリちゃんが、ケイちゃんって言っちゃったクリちゃんがね後からだったから。そうだよね。トールミンフォさん、お二人のリハーサルから聞き入ってしまいました。耳から脳髄が喜びました。 Thanks だって。リハーサルもねさらっとやったけどね。リヒとヤマトさん、上ハムを交互に繰り返すところとか高技術のオンパレードですね。すごすぎました。そうだっけ、そんなことしてた覚えてないすごい、ありがとうございます。そんなところ気づいていただいて。あ、ユーザーさん、明治さん可愛い。クリちゃんの恋に落ちたらは結婚式の入場曲に使わせてもらったほど思い出のある曲です。確かにぴったりだよねみんな結構 TM さん、クリスタル K はお面してても結構わかるな。髪の毛の感じとか、もうオーラがやっぱ隠しきれないよね。ユーザーさん、歌詞同士のコラボは最高ですね。斬新でいいです。昔のテレビは歌番組が多くて歌手同士のコラボが多かった気がします。確かに最近あんまりそういうコラボないよね。だから YouTube ってやっぱ何でもできるしいいですよね。猫のお面が想像以上に似合ってるって、実はあれ猫じゃなかったんだよね。狐だったんでしょ。なんかミャオとかやってるけど狐なんですよねそれみたいなご指摘が。そう本当だ、ミャオミャオってめっちゃ可愛いんやけどそれ狐かなでさんかなでさんありがとう、はい、そのコメント読むまで気づきませんでした。ショーダイアリーさん、14年前にメイジェイさんのアルバムファミリーを購入したのがきっかけでファンになりました。 YouTube ができてこんなにも身近に感じられるようになって感激しています。これからも応援させていただきます。すごい、もうファミリーは14年前なんですね。ずっと応援してくださってありがとうございます。いやこれは反則でしょ。2人ともかっこよすぎです。サプライズするならあらかじめ言ってほしいですね。本当良かったですどうやってサプライズを告知するのやばいインスタライブで今からっていうのはできると思うよ。どうなの、サプライズじゃないよねドゥンジリンさん、こういう貴重映像もっと見たい。ハモリ部分の裏映像とか最高。確かにハモリの練習とかあんま見せないし、それこそダメ出しされてるところとかもなかなかないっすよね。でもね、ああいうのがリアルだからね。そうそう、すごい海外の人も。トモク、 I love both of you since I was a high school student. I'm crying now. Impressed だって。高校生の時からお二人のファンで今泣いてます、とても感心してます。すごい嬉しいですね。なんかスカイツリー登った時にフィリピンの方だったかな、クリスタルも好き、メイジェイも好きみたいな、両方好きってなんかすごい運命でしたね。すごい出会えて嬉しかったです、ありがとう続けて動画拝見したのでカメラマンの人がモスコミュールの人かと思った。そうです、最近はもうモスコさんがついてきてくれてますよ。浸透してますね。モスコやばいね
木村名古屋さん、戦場ドッキリの再生回数早くも超えましたね。この2つの動画見たら完全にファンになりました。まあすごすぎ、頑張ってくださいね。ドッキリがすごい伸びがいいので、私たちはそれに便乗していきたいなと言い方まあでも相性がバッチリっていう人多いですね。けいちゃん、みんなけいちゃんって書いてるから映っちゃった。プリちゃんがマジでハモリの天才なんですよ。誰とでもやっぱり合わせられる能力を持ってるので、そこは本当にすごいなと思う。Vermouth さん、この2人英語うまいなって外人のお兄さん思ってそうこちらはハーフですからねいや結構コメントでドッキリ企画、サプライズ企画もっとやってほしいっていうのをお見かけしたので、まあ夏っぽいドッキリを仕掛けていきたいなと企んでおります。ぜひ楽しみにしていてください。じゃあね、まだたくさんコメントあるんですけども、これ私全部読んで全部いいねしてるので、ご心配なく、ご紹介しきれなかった部分もあるんですけれども、皆さん本当にたくさんのコメントいつもありがとうございます。これからもお待ちしておりますということで、チャンネル登録、そしてグッドボタンを押すの忘れずに。メイジーでした。 Thank you! バイバイ。Welcome to Nakano Central Park Bomodori Festival. 空に舞い